シルバーリーフコナジラミは、カメムシメ、コナジラミ科に分類される昆虫の一種。北アメリカ原産。日本では1989年に侵入が確認され、その年のうちに22件まで定着が拡大し、現在では全国に移入分布している。アメリカから輸入したポインセチアに付着することで導入されたと考えられている。体長1ミリメートル。 温室粉じらみと形態がよく似ているが、歯に止まるときは葉面に対して羽を45度以上立てて、羽の間から胴部が見える。トマト、カボチャ、メロン、イチゴ、キュウリ、ピーマンなど多くの植物に寄生する。スツヤマイを発生させたり、トマトを買うウイルスを媒介するため、農業害虫として扱われ、防除が行われている。日本生態学会により、 日本の侵略的外来種ワースト100に選定されている。本種は1986年頃にタバココナジラミの新系統として報告されたが、その後の研究により別種として記載された。ABC シルバーリーフコナジラミ、国立環境研究所侵入生物、DB、d b ハット ABC 村上交渉、和下に泉日本生態学会。 外来種ハンドブック知人書館2002年9月30日 ISBN4 から8052から 0706X ありがとうございます。